はい、えー、2020年5月24日連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために第12回をやりたいと思います私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します市議としての船橋の新型コロナ対応の発信は朝倉未来ある公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧くださいでこの講座ではこの5点の留意点で進んでおります さてで、えっといえー、私たちはあの、生物は2つに主に分類されます。私たち人など角膜に積まれた核を持った真核生物、そして細菌など角膜に積まれてない、えー、DNA が細物に、えー、浮遊している形の原核生物に分けられます、そして生物と非生物の中間的なものとしてウイルスが存在するということですね。 さて、えっと、今日と明日の講座を貫くポイントになるんですけどあの選択毒性セレクティブトキシシティというのがありますこれは、えー、例えば原核生物である細菌には有効そのに効くけれど真核生物である人の細胞には無害、まあ、害を与えないような存在をの物質を薬剤を見つけるとそれがその、まあえー、抗生物質として非常に有効だというような話ですね。 でそれを、えーまあ、後半の方で見ていきたいと思います。でまず前半では、えー、原核生物、真核生物、人と細菌が共通の仕組みについて、生体膜、細胞膜の仕組みについて、もう少し見ていきたいと思います。昨日、細胞膜の仕組みが、輪脂質が脂質二重層をなしているような膜だということを説明しました。でこの生体膜、細胞膜には、ある性質があるんですね、物理的な性質があります。 例えばこの膜の内側にあのこういう溶質が溶け込んでいたとしましょう普通、溶質はこれ全体に拡散しようとしますのでこの細胞膜を通ろうとするんですが実は細胞膜のリン脂質の隙間の膜というのは非常に小さいのでこの隙間を通ることができないんですねで。ところが水分子は通ることができるんです。 とということで、溶質は通ることができないけど、水分子は通ることができるという性質、物理的なこの半透膜の持っている細胞膜の持っているような性質のことを、水は通すけど溶質は通さない、半分通すので、セミパーパミアブルメンブレン、半透膜というふうに言っております。 一方、細胞壁というのがあるんですねその。今日も出てきますけど、細胞膜の外側に細胞壁という構造があります。でそれは結構穴が大きくて、光学顕微鏡では穴が見えないんですけど、電子顕微鏡で見ると穴が非常に大きいものが開いてますので、溶質、例えば初等なんかでも自由に通ることができるんですね。ということで、水も通すし、溶室も通すの前頭膜といってます。この前頭膜膜と半頭膜では ちょっとその物質の移動の仕方について違いがあります。例えば、こっちが分かりやすいと思うんですけど、前頭膜はここに溶質、例えば初等分子なんかが集中していれば、全体的にこれがこう周りに全体に広がって均一濃度にしようとするんですね。これ拡散、ディフュージョンと言ってますで。この拡散という現象は私たちの日常生活にありふれてます。例えばああるるところでで場所煙煙が発生したらその煙は 煙もその空気中の一つの粒子ですのでちょうど溶液の中の様子と同じような構造なので、えー、全体に広場全体に煙が広がっていきますねそして砂糖例えばコーヒーの中に砂糖を入れると砂糖の粒子がだんだんと、えー、拡散をして全体に均一に混じっていきますそういう,うに拡散って現象が分かりやすい一方実は半透膜の場合には これ本当はこの溶質分子が周りに拡散して均一濃度にさせたいんですがさっき言ったように溶質分子は通れないで通れないと次に何が起こるかというと濃度,濃度の内側と外側の差があるままですそうするともう一つの原理として濃度,濃度の差をできるだけ縮めようとする原理がありますのでじゃあこれがそ外に出られないんだったら水分子が中に入ることで中を少しでも低濃度にしていきましょうという現象があるんですねこれを浸透と言っています この浸透というのは半透膜の,の,の中で水分子だけが移動して、えーまあ、見かけ上高濃度側に引き寄せられることを浸透と言っていますで。拡散と浸透というのは例えばインターネット用語だとツイッターで情報を拡散したら。 そのえ情報が人々にかあの浸透していくというまあ今度の検察庁の問題でもありましたけどそういう拡散をすると、えー、情報が浸透するというのは拡散と浸透同じような用語として使わてますけど生物学では拡散と浸透は明確に分けてます拡散は溶質が周りに分散すること浸透は半透膜において溶、えー、質が移動できないためにその 水が逆方向に溶質の多い側に引き寄せられる現象のことを浸透と言ってますさてその初等濃度でちょっとその拡散と浸透のことをまとめていきたいと思うんですが拡散は分かりやすいですね高濃度側から低濃度水が高いとか低いところに流れるように、えー、例えばここが高濃度でここが低濃度だったら10%から0%の方に非常に拡散をしていくとで濃度差が縮まってくるとその拡散の速度は低くなるけど移動していくと。 で濃度差が同じだとあの、まあえー、濃度は変わらないままと、でこっちが、こっちが外側が高いとこっち、初頭がこっち側に移動していくということで、できるだけ濃度差を均一になろうとする方向に拡散するんですね、一方、浸透はどうかというと、半糖膜においては、えーまあ、これが移動できないので、代わりに水が、えー、移動することで、えーっとまあ、少しでも濃度差を縮めようとする現象があります。 でこの拡散と浸透はあのーまあえー、と前頭膜の場合には拡散が起こるけど、半頭膜の場合には溶質が移動できないために浸透が起こるということですで。浸透ということを説明すると、半頭膜を介してより高腸、まあ、高濃度側に水が引き寄されて移動する現象です。ということで、その圧力のことを浸透圧というんですが、拡散と逆向きで移動するものも違うので、 注意をしてくださいそれではちょっと別の説明の仕方をいたしますあのまあ濃い側に水が引き寄せられるというまあ表現でもいいんですが、えー、ちょっと、えー、濃,濃いの高濃度側に水が引き寄せられるというのはちょっとあのイメージがしにくいので別の説明の仕方をいたしますとこういうことになります溶液というのは溶質と溶媒が合わさって溶液なんですね例えば初冬 溶液だったら初島という溶質と水という溶媒が合わさって溶液になるんですでその時の濃度の定義は溶液全体の中の溶質の濃度を初島濃度と言いますこれ例えば10の初島と90の水が合わさって100グラムの溶液になったら100分の10で10%初島濃度っていうんですねでこれは20の溶質と80の水が合わさって100になってたら100分の20で20%の初島濃度と言います でこの時に発想を変えて、普通はそういう表現しないんですけど、えー、この溶液の中の水の占める濃度、えー、比率を水濃度と表現しましょう。そうすると、これ、えー、と初等濃度10%との裏返して水濃度90%ということですね。で、これはこの溶液は水濃度が80%の溶液です。で、水濃度という発想でさっきの図を見返してみますと、で実はこれは。 初等が9 0ということは水濃度90%、0ということは純水ですね。純水は水濃度100%。そうすると100%から90%、こっちが水に返しては多くて、こっちが少ないからこっちに移動するというのは、えー、理解できますね。これも水濃度95%、水濃度10%と考えれば、この浸透という原子は理解できます。で、これ水濃度90%釣り合ってる。で、これは水濃度、えーまあ、8 こっちが90%、こっちが85%ですので、こういうふうに移動するということが説明できます。で、えー、今言ったように、溶液の濃度という発想だと、溶質が高い濃度から純水に向けて、えーまああの、溶質が低い側に移動していくということになるんですが、実は大学の、特に農学部系だと、この水とポテンシャルという言葉を使うんですね。えー、それはどういうういいことかというと、か純水 まあ水だけの存在のことをゼロと水ポテンシャルゼロとしましょうとで溶液はその水がその溶液ができた分その水の比率が少なくなっているのでその比率が少なくなっていることをマイナスで表現しようとそうするとまあ水分子についてはやはりゼロからマイナス高いところから低いところに移動するというようなこの発想に近い形で捉えられるということで水ポテンシャルという発想もありますそれでは え次に、えー、っと半糖膜である細胞膜と細胞溶石細胞壁の話をしたいと思うんですが動物細胞は細胞壁がありません一方植物細胞とかあとで出てくる菌細菌類は細胞壁がありますそうするとえー、っとその自らの持ってる濃度ですねそのこれ赤血球ですけど赤血球の、まあえー、中に持ってる濃度よりも濃い液周りが濃い液のことを 好調液と言ってます。で、同じ濃さの液を盗聴液と言ってます。えそして、えー、濃度が低い液のことを低調液と言ってます。英語で言うと、ハイパートニックソリューション、好調液。アイソトニックソリューション、えーハイえー、ハイこっちが、えー、低調液がハイポトニックソリューションです。ハイパーというのが高いことを示し、ハイポというのが低いことを示し、アイソというのは同じことをします、ね、示します。で、アイソトニックソリューションというのはどこかで聞いたことがありませんかその、いわゆるスポーツドリンクのことを。 アイソトニックドリンクと言ったりしますけど、あれは、えー、体の浸透圧を盗聴の液ということですね。さて、えー、その実は盗聴液を使っているのは医療の世界でもありまして、医療の世界で有、えー、液として使うものは実は体の細胞とか体液の浸透圧に等しくしているんですね。で、その、えー、浸透圧で作った食塩水のことを生理食塩水と言いまして、医療の一番基本で使われることがあります。病院の、その、そ、えー 病院には結構生理食塩水が、えー、たくさん必要なことがありますのでよくロッカーの上とかに生食という大きな生食というふうに書いてその箱詰めで置いてあることがありますで人の場合には0.9%食塩水相当ですね、えー、つまり1リットルの牛乳パックに9ムの砂糖を入れて1リットルの牛乳パックをつあの水を作ると、えー、それが大体人の生理的食品体液の濃さに等しいということですさて重要なことなんですが えっと、私たちの体に医療的に有益を入れるときには、この浸透圧、体の浸透圧を考慮して、まあ、総合的な濃さがあの、まあ、生理食塩水と同じというか、えー、その体の体液と同じ濃さになる頭頂液を入れることを配慮しているんですが、間違えて例えば浄瑠水なんかを入れてしまった場合そ、あってはならないんですけど、こういうことが起こります。あの周りりが薄いですすねえ、まあ、つまま水なんかを入れてしまうとそうそると えっと、水がこう中に入ってきます、こっちが好調ですので、こっちが濃い液になりますので、水が中に入ってきます。で細胞膜は柔らかいので、水が入りすぎて破裂するんです。で、この現象が赤血球で起こる現象のことを溶血と言ってまして、これは普通の細胞でも起こりうるので、まあ、あの低腸域に動物細胞を浸してしまうと、破裂するという現象が起こります。じゃあ、植物細胞はどうでしょうか。植物細胞は細胞胞はは壁性なので え溶液の濃さで影響を受けません、えー、しかし細胞膜は半透膜なのであの、まあ、さっき言った原理でこっちが縮むこっちが同じ大きさこっちが膨らむで膨らむんだけど破裂はしないんですね細胞壁という硬いものがブロックしてるために破裂をしないでその膨らんでえ止まってる状態のことを、まあ、膨張して止まあんあん膨張してる圧力なんで防圧とかえ壁圧というふうに言っておりますでこの様子を、まあ、見ておいていただければと思いますそれではいいよいよ 細胞膜のもう一つのまとめとして細胞膜のこの性質はまさに溶液の濃さが外と内でどういうふうな比率になるかで物理的にこれはもう膨らむか縮むかを決まってしまう現象で生命現象というよりも物理現象と言ってもいいぐらいですねところが実はあのー、やっぱり生き物私たちの生体膜は単に物理的にこければ まあ、周りが濃いものに入れれば縮み周りが薄いものに入れれば膨らむというふうに自動的にやっているだけじゃなくて特定の分子,分子についてはの濃度の全体の濃度の影響で細胞はどうしても膨らんだり縮んだりすることがありうるんですけど特定の分子については積極的に輸送している穴を作っております。例えばこれが、えー、っとタンパクで作ってる、 あの構造なんですが、グルコースは積極的に入れようとしているし、中には濃度差に逆らってでも入れようとするポンプという構造もありますので、あまあ、細胞膜は単に物理的な半透膜ではなくて不完全です。不完全ということを意味しているのは、特定の分子は積極的に入れたりしますよという選択透過性という生物としての独特の積極的な性質を持っているというふうに考えてください。それではい、えー、いよいよ これからえ細菌とえ人の違いに注目して話をしていきたいと思うんですが実は細菌のグループはあのまず全体の共通構造を見ておくと細胞、えー、壁があって細胞膜がこの内側にあって。 そして、弁毛などで運動をすることがあって、リボソームというタンパク合成と違って DNA があって、それがプラスミドという小型の感じの DNA があることがあります。あと、ちょっと専門という別の、まあ、構造もあったりします。まあ、この外にさらに胸膜というものとかを持つこともあります。さて、えー、これが大体基本的には似たような構造なんですが、あのー、実は2つに分離されるんですね。特に医療が取り扱う病原性の細菌というのは2つに分離されます。 グラム染色液というのでクリスタル、えー、バイオレットというクリスタル紫というもので染色すると紫に染まるグラム陽性菌これ紫に書いてありますけどグラム陽性菌というやつとそれから紫に染まらない一旦染まるんだけどエタノールで、えー、脱色されてその後サフラニンというやつで赤く染まるということで赤く染まるグラム陰性菌に分けます実際に赤と紫で色分けをして区分していくんですねで なぜかというとこのグラム染色のグラム染色液はこのペプチドグリカンとこの茶色、まあこの紫っぽく表現した構造に貼り付いて紫にさせるんですがこちらはこのペプチドグリカンの層が少ないので簡単に脱色されてあとでサフランニンというもので赤く染めるということですさてこのグラム陽性菌とグラム陰性菌は細胞の外側の構造が共通点もあるけど違いもあるので まあ違いを注目していただければ。まず共通点から説明します。ここに細胞質があって、その細胞質の周りの膜はあのまあ、えー、っとリン脂質の膜である。これは昨日言った通りです。でその外側にあるものを細胞壁と総称しています。ただ細胞壁の中でペプチドグリカンという、えー、基本的な物質は共通ですで。ここまで共通ですね。ここが共通、ペプチドグリカンも共通という点はあるんですけど、あとは違いになります。 まずグラム養性菌の方が分かりやすくてペプチドグリカンの層が多い中にタイコ酸というのが少し筋のように、まあ、混じって存在するだけでこれが分厚いんですね一方実はグラムイン製菌というのは非常に面白い特徴がありましてペプチドグリカンもあるんですがその外側になんともう1回リン脂質の構造があるんですねこの細胞膜の1列と同じ構造がありますそしてもう1列側には リポタ糖という構造がありまして、そのリポタ糖の外側にまだ糖鎖がくっついてたり、ここにポーリンと輸送タンパクがあったりします。で、この、これがまるで1つの膜みたいですよね、これ膜。これと、まあ、ちょっと違うけど、似たような膜です。ということで、膜が二重に見えるわけ。で、そうすると、この膜のことを、外側の膜を外膜、こちらを内膜と言ったりしまして、まあ、ここも、 この膜も含めて一応細胞壁のグループの中に入れてるんですがあの、まあえー、内膜と外膜があってその間に、えー、このペプチドグリカンがある素があってこの内膜と外膜の隙間のことをペリプラズム感激と言ったりしておりますでここの違いがあるんですねさてでえっと病原性細菌たちはこのグラム陽性菌かグラム陰性菌かで分類されております でこういう、まあ、有名なものでいうと、例えば、破傷風菌っていうのはあ、あと形で、この形と、それからグラム陽性かグラム陰性かという2つの論点で大体分,析さ分類されるんですが、休形のコッカスという仲間、それから、えっと、棒状のやつを漢菌って言ってまして、バチルスの仲間、そして螺旋菌ですね、そしてグラム陽性、グラム陰性それぞれありまして、 まあ有名なところとしてはグラム陽性の、えー、球菌としては肺炎球菌、黄色ブドウ球菌があります、えー、グラム陽性の肝菌としては、あと画包という硬うくこの、まあえー、非常に熱なんかに強い構造を一時的に作ることがある層のことを有画包菌と言いまして、その肝菌でグラム陽性で有画包のやつが破傷腹菌などですね。 それから無我ォでのやつが結核菌とか雷菌とかいうことになります。で、これはありません。で、グラム陰性で球菌のやつがリン菌、グラム陰性で肝菌のやつが大腸菌などのグループということになります。あと、らせん菌にはヘリコバクターなどがあります。さて、えー、っと、それで実はグラム陽性かグラム陰性かというのは、医療的な、病原微生物としての、あのー、 病原性細菌のことを分類することに主に使われるんですが一応病原性以外もこれに分類されまして骨層菌例えば納豆菌はグラム陽性の肝菌に分類されますし乳酸菌は、まあ、球菌もあったり肝菌もあったりしますけどグラム陽性でありますさてそれでは、えっと、そのこの主にペプチドグリカンというのが一番重要な共通グラム陽性グリアム陰性ともに共通の主な構造になってますのでそのペプチドグリカンというものを見ていきたいと思います ペプチドグリカンというのはあの N アセチルグルコサミンという糖と N アセチルムラミン酸という糖があの、まあ、2つくっついてましてそのムラミン酸から少し分岐して、えー、とここに,ア,ラに、まあ、このアミノ酸が4つくっついた構造があると。でこれがこっちの反対側にもあってこの、えー、アミノ酸が4つくっついた構造のところの一部が佳橋して これが繰り返し構造になってますで。これがどんどん横方向に繰り返して、糖の鎖が、まあ、NUG と NUM ですから GM、GM としておくと、GM、GM が連続して交互に並んだ糖の鎖があって、そのそこの M から伸びる4つのペプチドのアミノ酸の鎖があって、そしてその間を架橋している構造があります。そうすると横と縦と横縦 まあ、奥行きの側にありますので、まあ、立体的になりますからこれが立体的なネットワークを構成して強固な細菌の細胞壁になっていますちなみに同じ細胞壁でも植物細胞はセルロース,セルロースこれはセルロースは有名なのは私たちの消化管はセルロースを分解できないので、えー、植物細胞壁は食、えー、物繊維として分解、えー、吸収されないそれがゆえに逆に 食物繊維を適度に含むと便通を良くしてくれるという食、まあ、物繊維ですね。そして、こっちが、えっとまあ、これは菌類、キノコとかの細胞壁は、えー、まあキチンという別の物質でできていますで。最近の細胞壁はペプチドグリカン。ペプチドというのはこのアミノ酸の部分を示し、グリカンというのはグル,、まあ、グルコースとかグリというのは大体糖,糖を示す物質の名称に使われるんですけど。 糖とアミノ酸系が交互に繋がったネットワーク構造ということでペプチドグリカンと言います。さてこのペプチドグリカンに対して例えば有名な抗生物質ペニシリンはここを標的にするんです。ということで最後に明日への導入ですが細菌はどのような形で生きているでしょうか。細菌ですから細胞壁がありますがこの植物細胞型のどれかの姿を撮ってるんですが。 最近はやさまざま生命活動をするために内容物にいろんな物質を含んでるんですね、そうすると全体的に濃くなります、そうすると周りの液よりもだいたい濃いことが多いんですね。ということで、好調液になってますから、まあ、こっちの方が好調になってますから、周りの方が低調液になっているので、こう水を吸って膨らんでることが多い、しかし、このきちんと細胞液があるためにこう膨らみを張り詰めてブロックしてる実は 植物細胞が元気に生きているときも植物が元気に生きているのもこれが基本ですよ、少し膨らんだ状態で生きています、よくあの植物の根っこに、まあ、肥料を与えすぎるとあの実は根が傷ついたりするし肥,料肥料負けという現象がありますけど、実はそれはこっちです、周りに肥料が多すぎて、好調域になりすぎたために根が脱水されてしまうという現象がありますね。 でも普通植物が元気に生きているときには少し膨らんだ状態で生きていますで。実は細菌類も元気で生きているときにはこの暴圧で少し膨らんだ状態になっているという性質があるんですね。でそこを狙ってこの選択毒性の抗生物質の例えばペニシーなんかは使っているわけです。でそのことも含めて明日、主な細菌に対する抗生物質の 採用が、えー、この選択毒性をうまく活用してやっているということをお話ししたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。